どうも、なめこです。帰国に向け、移動を開始したウプ主。機内食を食べまくるぜ。それでは、ゆっくりしていってね。ウプ主はただいま、トルコ、イスタンブール国際空港に来ています。バンコク行きのフライトが、驚異の6時間ディレイ。ここイスタンブール国際空港の、ターキッシュエアラインズのラウンジでひたすら待つぜ。ラウンジの様子はおうろ、当旅行機11、12話をご覧ください。今回はラウンジ内で食べた料理だけ紹介します。さすがターキッシュ本拠地のラウンジだけあって、フードもよりどりみどり。こちらはウプ主大好きな、ケーキの数々。デザートだけでも数と量がすごいぜ。写真はありませんが、トルコスイーツのバクラバーやロクムもありました。ライブキッチンも様々なブースがあり、こちらはラビオリっぽいやつに、ミートソースとサワークリームをかけたやつ。こちらはチヂミっぽいやつ。こちらは焼きそばっぽいやつ。これはソースの味付けが抜群で、おかわりしました。オーロで利用済み、撮影済みなのと、キロでテンションが低かったのとで、あまり撮影していませんでしたが、7時間ほどの待ち時間、たっぷりとラウンジを堪能できました。最後にラウンジシャワーを浴びて登場しようとしたら、シャワーが驚異の2時間待ちとのこと。なんだと。シャワーは諦めて、登場ゲートに向かいましょう。登場前のラウンジシャワーは、紳士のたしなみじゃなかったのか？この後の乗り継ぎ地、バンコクでもマニラでもシャワーあるので、ちょっと汗臭いですが、今回は我慢我慢です。ってことで約7時間滞在したラウンジを後にし、搭乗ゲートに向かいます。ターキッシュのラウンジ、快適で素晴らしいラウンジだったぜ。搭乗ゲートまで歩いているところですが、ほんとこの空港でかいですね。深夜1時で人も少ないから、なおさら巨大な空間に感じるぜ。搭乗案内でゲートを確認。こうしてみると、ソウル行きとか他の便も、6時間遅れが多いですね。ウプ主が乗るバンコク行きは、一つ前のフライトが、天候不良で離陸できなかったって聞いたけど、これだけ遅延が多いのは気になるぜ。そしてやっとこさ搭乗開始です。大事なことなので2回言いました。周りの人も、やれやれだぜ。って顔してるぜ。はーい、この旅でビジネスクラス6回目のウプ主が通りますよー。道を開けてくださーい。今回のシートはこんな感じ。飛行時間9時間半と、長距離便となるので快適なシートです。なおシートの紹介はオーロ、当旅行機10話で解説してるぜ。2の配置で広々としてますが、窓側席は隣が寝てると、通路に出にくいのが欠点です。でもラッキーなことに、今回は隣が空席。ただでさえ快適なビジネスクラスで、さらに伸び伸びできました。ターキッシュご自慢の、ウェルカムドリンクの登場です。どれも手が込んでて美味しいぜ。機内食のメニューも、離陸前に配られます。モスクの形してて、いいセンスしてるぜ。
本来は20時発の夜便でしたが、6時間遅れにより夜中の2時発と、深夜便になっちゃったので機内食の提供はどうなるのか気になりましたが、普通に離陸後すぐにサービスが開始されました。機内食の内容、急に深夜便メニューに変えられないしな。こちらは2食目のオーダー用紙。メニューの中に一緒に閉じられており、事前に希望内容をチェックしておくことで、寝て起きたら2食目の準備ができているという、至れり尽くせりサービスです。さてさて、間もなく離陸です。ウプ主を乗せたターキッシュエアラインズ、TK64 便。トルコ、イスタンブール発、タイ、バンコク行きは、驚異の6時間遅れの2時30分に飛び立ちました。トルコよ、アバヨー。まだトルコを観光し尽くしてないから、また来るぜー。この時点では新空港ができたばかりで、空港から旧市街へのアクセス方法がはっきりしていませんでしたが、この旅から2年経過してる今なら、便利な移動手段もできてる頃でしょうか？巡航高度に達しシートベルトサインが消えると、機内食サービス開始です。まずはドリンクとナッツと、アミューズが運ばれてきました。ドリンクは美味しくて飲みやすく、それでいて酔えるミモザ。ナッツは温められていませんでした。なんだと、これはリターン案件だぜ。アミューズは右から、チーズ春巻き、ナスのチリソース炒め、ミートボールでした。なお前回にちらっと言いましたが、この旅の3ヶ月前に乗った、スペイン旅行の時とメニュー内容が全く同じで、若干テンション落ちてました。あとインフルエンザにかかった時の思い出も、フラッシュバックしたぜ。続いて前菜のお出ましです。おお、なんかいっぱいあって、これは美味しそうだぜ。雰囲気抜群の LED キャンドル。驚くほどまん丸いパン。バターやオリーブオイル、塩コショウ一式に。パンプキンスープ。そして前菜盛り合わせ。こちらはフライングシェフという、ターキッシュご自慢のコックさんが、様々な料理が並んだカートを押してやってきて、お客のリクエストに応じて、綺麗に盛り付けてくれます。スペイン旅行の時は、リコメンドオールって言ったら、どんだけー、ってくらいめちゃくちゃ盛られたんだよな。なので前回の反省を活かし、オール、アリトル、ワンワンワン、と伝えました。するとフライングシェフも空気を読んでくれたのか、いい感じに少量ずつ持ってくれました。おお、これくらいがちょうどいいぜ、綺麗に盛り付けてあるぜ。前菜の内容ですが、地中海エビのマリネサラダ、サーモンタルタル、チキングラタン、ナスの詰め物、ホワイトチーズルッコラサラダなどなど、
今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。